皆さんこんにちは。今日はね、マツダロードスター RHT のですね、ルーフからの異音が、購入時にかなり気になってましたので、まあそうですね、カチャカチャっていうかコトンコトンというか、パネルとパネルがね、擦れ合うような、ぶつかり合うような音が聞こえてたんですけども、これはまあ走行中はかなりですねストレスと感じますので、ぜひ解消したいということで、まあいろいろ原因を考えながら見てたんですけども、どうもやはりそのルーフの締め付け部分が、経年変化によってですね、もう調整時期であるということで、まあいろいろネット上で調べてですね、その固定するレバーのですね、まあ、締まり具合を調整する方法がどうやらありそうだということが分かってきまして、まあ、写真のような調整用のですね、太めのピンがありまして、これを赤い矢印方向どちらかにですね回転させることで、ロックの締まりが強くなったり軽くなったりします。でその真ん中のピンをですね、赤い矢印方向に回転させるためにはですね、この写真の下の方にある青い矢印の先にちょっと棒みたいなのが出てますけども、これが実は固定用のピンになってまして、これを抜かないと回転させることができないんですね。で、ロック用のピンというのはこの青い矢印で今囲まれてますけども、右手の方の、スプリングとそれからサークリップというものですけども、根っこの方にこうちょっと輪っか状のものが見えますけども、このサークリップで、まあ、このピンがですね、一定程度固定されているという仕組みになっていることが分かったんですね。でこのピンを抜いてサークリップをまた元に簡単に戻せればよかったんですけども、どうも一回外すとですね、サークリップというのは多分、再使用がちょっとこうできにくいタイプのようで、まあ、サークリップをですね新たに探して固定するかを考えました。しかしそのサークリップをですね新たに探して固定するときに、もし何かですね、不具合が起きたり、まあ、パーツを損失したり、あるいは何か破損だとか、もうとにかく取り付けがうまくできないことをですね、結構それが結構心配になりまして、実はディーラーさんに電話してですね、全くの新品パーツ、まあ、その固定用のロックレバーの足もまとめてですね、売られてる購入できるものがありましたので、まあ、そのパーツはですね、まあ、先に予備に買っておいたんですね。まあ予備パーツとしてもいつか役立つかもしれないと思ったのと、まあこれがあればちょっと安心かなということでね、今も予備パーツストックパーツとして、まあ、保管しております。価格はですね1万3000円ぐらいだったと思うんですけども、まあ、すいません詳細ちょっと覚えてないんですけども、そのサークリップを取り付けるのがですねかなり今難しいと言いますか、こういうサークリッププライヤーというのを準備して、そしてもうホームセンターなんかにですね、ちょっと大きめのホームセンター、ハンズマンというホームセンターがあるんですけど、まあ、そこにですね、たくさんいろんなこういうネジとかクリップ類も非常に豊富に売られてますので、まあ、そこに行ってちょっと探し求めてですね、何種類か、適当なサークリップ、だいたい同じぐらいの大きさのですね、購入してきました。もう1個10円とかそういう、まあ、非常に安い
パーツになりますけども、まあ何個かですね買って取り付けてみたんですけども、まあ、これがですね非常にこう小さくって、このサークリップ自体がすごく小さくって、まあ、ちょっと相当目を凝らさないとですね、うまくこのサークリッププライヤーに引っかかってくれないような感じでですね、まあ、こういうふうにルーフを開けまして、まあ、照明もつけつつですね、パーツを落とさないように、特にこのロック用のピンですよね、ピンをどっかに紛失したらもうアウトですので、まあ、それだけは気をつけながら、で、まあ、締まり具合についてはその先ね、おそらくこちらが締まる方向だろうということで、まあ、仮止めの状態でですね、もちろん確認はしたわけなんですけども、それをして、あ、これは以前よりは明らかに固く締まる設定になってるなっていうことを確認しまして、その位置で、真ん中の細いピンをですね固定して、でサークリップをかけようということで計画しましてやりました。まあ、本当に、まあ、30分か1時間ぐらいはかかったと思うんですけども、まあ、かなり神経を尖らせてですね集中して、やる必要がありましたので、結構疲れる作業でした。まあ、ディーラーさんとかにお願いす、こういう整備をお願いするのはですね、まあ、できるのかできないのか分かりませんけども、おそらくディーラーさんだとやっぱり足交換してくださいということになるのかなと思います。しかし、まあ、足交換で確実にその個体に合ったですね締まり具合になるのかどうかというのは、まあ、保証はないですよね。ということは、この、足、新品の足部品自体もですね、ひょっとしたらサークリップ外して、まあ、固定を調整をですねしないといけなかったかもしれないんで、まあちょっと結構どちらにしても面倒なんですけども、まあ、サークリップのみですね新しいものに交換することで、まあ、まずはそれで様子を見ようということにしました。まあ、結果的にはですね、半年以上これで経過してますけども、まあ、ルーフの開閉、まあ、固定についてはですね何も問題がないですし、まあ、何より異音は完全に消失しています。ですから今本当に、このルーフが分割できるタイプではありますけども、まあ、いわゆるその車体が振動してですねそれに伴って、いろんな騒音だったり異音が聞こえてくるということはですね、この修理をもって、なくなりました。他の、まあ、騒音があるとすればそれはもうタイヤノイズであったり、まあ、さまざまな、外側から来る聞こえてくる音で、まあ、ホロ車の時よりはやはり今は静かな状態、だと思います。普通のこうクーペみたいな、クーペタイプのですね車みたいな、まあ、そこまで剛性感があるかどうかというのはですねちょっとわからない部分ですけども、まあ、結構いい感じでですね、ルーフを閉じた状態で、静かめに走ってくれているというふうに思います。そういうことでね、これで一応購入後の異音についてはですね、まあ、全て解決したということで、まあ、まあ、全てですね、まあ、3ヶ月以内ぐらいには、収まった問題ということでね、まあ、機械的な部分での故障というのはですね、やはりさすが国産車だけあってですね、もう全くないので、やはりそこは国産車というのはね気持ちが楽ですよね。何かこう予測しえないような、問題が起こる気はちょっとしないですよね。まあ、そういう意味でやはりまあ、安心して、使えている状況です。これまでがイオンの解消についての説明の3回目になります。